平野紫仕様、ジャニーズ大賞の舞台裏に潜む未惑の未知の可能性。一世風靡を巻き起こしたアイドルグループ、キンプリから、平野紫仕様が驚きのジャニーズ事務所大賞を果たしました。その大賞の舞台裏には、新たなる可能性が広がっています。そして、岩橋元気のタトゥーが描き出す、その姿も、注目を浴びています。キンプリのメンバーとして一世を風靡し、多くのファンの心を足かみにしてきた平野紫仕様。 彼が突然の対賞を発表したことは、音楽シーンに革命をもたらすのか、ファッション界で新たなる旋風を巻き起こすのか、多くの人々の関心を集めています。そんな平野の対賞の報道とともに、岩橋元気の意外な一面がクローズアップされています。アディダス、ジャパンがキャンペーンビジュアルに選んだ岩橋元気は、その腕に刻まれたタトゥーで一層の注目を浴びています。ファッションの最前線に立つ彼の姿は、 タトゥーを通じて個性を表現する新たなスタイルの可能性を示しています。タトゥーは一つのアートであり、岩橋の肌に刻まれたそれは、彼自身のストーリーを語っているようです。タトゥーを通じて、岩橋は個性や経験を肌身に宿し、新たなる冒険を求めています。彼のタトゥーに込められた意味や、その選び方には彼の人生観や価値観が投影されているのかもしれません。そして、ジャニーズ事務所を離れたことで、 タトゥーをさらに堂々と披露できる自由を手に入れたことでしょう。岩橋のタトゥーに対するファンの反応は賛否両論。しかし、それだけ彼の新たなる挑戦に対する興味が高いことを示しています。ジャニーズ事務所を退所したことで、タトゥーという個人表現の一環を解禁した彼は、今後ますます自身の個性を追求し、多様な分野で新たな可能性を切り開いていくことでしょう。一方で、 平野の仕様の対処にはどのような可能性が広がっているのでしょうか。彼の一年級みたいという言葉が示すのは次なるステージでの大きな変革への活動かもしれません。音楽、演技、ファッション、それぞれの分野で新たなる挑戦をするため、彼は一旦ジャニーズの舞台を離れるのかもしれません。報道によれば、岩橋のタトゥーが平野にも影響を与えているようです。 彼の対処後にタトゥーを入れる可能性も浮上しており、これまでのイメージを覆す大胆な変化を迎えるのかもしれません。ジャニーズ事務所を離れることで、平野紫耀は自身の可能性を広げ、新たなる魅力を発見する旅に出るかもしれません。その先には、彼がこれまで経験したことのない世界が待っていることでしょう。ファンも、今後の平野紫耀の動向から目が離せません。平野紫耀と岩橋元気。 それぞれの異なる道が交錯し、新たなる可能性が広がる中で、彼らの未来にどのような魅力が待っているのか。ファンであれば、その答えが気になることでしょう。彼らの今後の活動に目が離せない理由を探求するたびに出てみてはいかがでしょうか。